日本スケート連盟は6日、フィギュアスケートの各ブロック大会のエントリーを発表しました。9月30日開幕の関東選手権男子には、昨季世界選手権銀メダルの鍵山優真、佐藤駿らがエントリー。10月7日開幕の東京選手権の女子には、18年ピョンチャン五輪代表の宮原さと子、樋口若葉、本田真凜、水姉妹らが名を連ねた。また、18年ピョンチャン五輪代表の坂本花織、三原舞は10月7日開幕の近畿選手権にエントリー。中部選手権では、女子に昨季の全日本ジュニア女王でシニア1年目の松井けりの、国際大会で豊富な経験を持つ山下真子、横井美和奈良がエントリー。男子は山本草太、和田公親の2人が名を連ねた。東北、北海道、関東、東京、中部、近畿、中四国、九州、各ブロック大会の上位選手が、東日本選手権、10月28日開幕、大道ドリンクアイスアリーナ、西日本選手権、11月4日開幕、アクシオン福岡、に進出。東西それぞれの上位選手が、22年北京五輪代表選考会を兼ねた12月の全日本選手権、埼玉スーパーアリーナ、へ出場する。なお、前年大会の上位選手はシード選手として予選が免除され、男子の羽生結弦、宇野昌磨、鍵山優真、女子の紀平梨花、坂本花織、宮原さと子はシード選手となっている。